今はねやっぱり女性にある程度特化していて、まあ、仕事を続けたい方とか恋愛も頑張りたい社会とも関わりたいでも仕事がしんどいとかそういう方に向けてのねなんか情報発信とかコンあのカウンセリングとかいろいろできるといいなっていうお話でしたけども。 例えば経営コンサルタントっていうこともね、やってこられてる流れもあるし。そういう例えば、もっとそのビジネスをもっと伸ばしたいっていう人の相談とか来たら。水を得た魚みたいになるんじゃないかなと思うんですけど、<laughs> その辺どうですか。<laughs> そうですね。確かにそういうあのご相談も、あのいただければ大歓迎です。おそらく、うん、えっと、このやっぱりカウンセリングを勉強してみて、改めて思うのが。うん この自分の、まあ、それが自営業の方で売り上げを伸ばしたいにしても、自営業とかではなくて、えーとまあ、それがそのフリーランスなのか、えー、と雇用されている状態なのか、どんな形態かは別にして、自分の成果を出していきたいっていう人にとっての、どうすれば成果が出せるのかってことですよね、一言で言うと。で、それのなんか解決方法って、っコンサル的にするときのこう視点っていうのと、それはやっぱり、その、まあ、一つは、 その方の持っているその強みだったりその特徴をどうやって生かすかみたいな感じだったりとかそのノウハウをどうやってそれにその絡めてこうその方のパフォーマンスをアップするのかみたいなこんな感じの関わり方になると思うんですがえとまあもちろんコンサルだけじゃなくてもこういう関わりはしてると思うんですけどもなんかこういう関わりがまあ今まで私がしてきたことだったんですねで。でもカウンンセリングを勉強してみてみ そうかとなんかそもそもなんかそういう問題ではないっていうことってよくあるんだなということがよく分かったんですね。そういう問題ではないっていうのは、つまりその自分の強みがもちろん分からないっていう人も中にはいますが、例えばその強みはこれかもしれないけど自分に対してそれが信じられないとか、周りの人にこれがすごいよっていうふうに言ってもらってもなんか自分では全然それを受け止められなかったりすると、うん、結局分かっても活かせないっていうことになりますよね、うんうん、仕組みとして。 素晴らしいものがあったとしても、そのノウハウを、なんか私はそれができるに足る人間じゃないっていうふうに思ってたりすると、うん、受け取れないってなってしまったりとか、うん、っていうようにこのあ、そういう問題だけじゃないんだなっていう世界をすごくよく分かったんですね。うんうん、なので、はいあの、たくさん喋ってしまいましたけど、いうん、ありがとうございます。うんうん、この成果を出していきたいっていうふうになったときにはこ、こっち側の領域を扱うっていうことが、まあ、カウンセリングでは多いと思うんです。うん、その方の中にある何が、 うん、その方を成果につながりにくくしているのか、そこをこう緩めていくっていうサポートですね、なんか両方使えると思うので、そういう意味では確かに、うん、あのそういうご相談もしていただけると、特にお力になれるんじゃないかなと思います。そうですよねあのー 結局、私のね、このビジネスをどうやったらうまくいきますか、コンサルしてくださいっていうところから入っても、結局は心の問題で、カウンセリングが必要だったりとか、逆にカウンセリングをしていて、一つこの問題が、心の問題解決したら、もうビジネスもぐーんと伸びてしまう人もいますし、その辺をまずね、めぐめぐが見れるということっていうのはすごい強みだと、僕は期待しているのと、それとあの、 最近のこの時代の流れというか副業だとか起業ブームみたいになってるじゃないですか。でみんながこうねなんか副業をしてることがいいことで起業をすることが正しいことでみたいな感じの中にもう紛れ込んでしまってすごくしんどい思いしてる人もきっといると思うんですよね。なのでそういう人のこともめぐめぐだったら見れるんじゃないかななんて僕は ふと思ったりはしてるんですけどもそその辺とかかどうですか、ね、そうでですすねね本当にあのした、したい方はもちろんそれでいいと思うんです、その企業にせよ、副業にせよ、そのどんな形にしても、ただそれが、なんかそれをしなければいけないみたいなあのこととか、してればかっこよいみたいな、ちなみに <laughs> 自分自身も昔、起業して頑張ってる私はかっこいいわみたいな風に思っている時代が。 ありましたけれども、なので、そういう風潮というのはあると思うんですね、うん、あのそういう非言語で。それをしたい方は、それをしていったらやりたいことだから、どん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 やっていかれたらいいと思うんですけど、うん、そうじゃない人にとっては、逆にしんどくなるばかりだと思うんですよね。うんうん、か話ちょっと変わりますけれども、私、母は専業主婦なんですけれども、本当に尊敬してて、このうん 母のことはもちろんです、その専業主婦をしてる方のこと、うんその、すごい大変だと思うんですね、こう私はあの仕事しながらやってるので、そもそもなったことはないんですけど、このまあ、日々ご飯を作るとか、日々家事をするとか、そういうのって、うん、まあ,ある意味こう、まあ、ありがとうとかっていうことを言ってもらえない人も結構いるっていうこともよく聞くし、うん、やってもらってこう当然みたいな風になってしまっていることも多い。うんうん でも、その中でも、じゃあ、お仕事と違って休め、そうそう休めないっていうところがあると思うんですね。うん、実際にはもちろん、あの休んだらいいのかもしれないけど、なかなかそれをこう、丸としないみたいな、そういう風潮もあるし、うん、なので、あのこの、まあ、仕事してる方もいれば、その、専業主婦っていう別の仕事をしてる方もいると思うんですけど、うん、まあその方にとって、あこれが自分のやりたいことだなとか、あ、これがすごく自分にとって幸せだなって思う。 あの時間が増えるっていうことがすごい大事なところだと思うのでうん、うん、結局はその企業副業にしてもその方が、ね、やりたいことならばそれをやっていったらいいしそうじゃない方にとってはその方が輝けるところで活躍してもらえるっていうのがすごく大事な、まあ、社会としてもすごく大事なんじゃないかなって聞いてて思います。ということはめぐめぐがその人に合ったタイプをちゃんと見い出してそれを伸ばしてあげることがどうやらできそうな感じということでいいんですかね。 <laughs> そうですね、うん、そのように心がけております、ね、あとねもう一つちょっとぶっこんじゃうかもしれないけどっ <laughs> か先からぶっ込みまくってると思うんだけどごめんね <laughs>、あのー、きっとねお母さんのことが大好きって今めぐめぐ言ってくれて僕もねすごいいいなと思ったんだけども、あのー、中には今現状ね自分の親に対して感謝できたりとか、ね、好きって言えない。 人もいると思うんですよねでやっぱアダルトチルドレンとか毒親とかいろいろそういうので悩んでおられる方っていうのはやっぱりじゃあでも私は向かないのかなみたいに思っちゃうかもしれないんだけどめぐめぐも昔からそうだったのかもしくはあのそういう人が来ても大丈夫ですよっていう話でもいいんだけどその辺について親のことがなかなか愛せないというかどうしても心が開けないっていう人に対して何か あなたなりのアプローチってありますかありがととうございまますえっとまあ、先ほどはあの文脈的にそこを言わなかったんですけれども実際には自分自身がじゃあ最初からずっとあの母のことが大好きで尊敬していてみたいな状態だったかっていうとそうではないんですね。うんうん、えっと、まあ、具体的なところで言うと、まあ、自分自身が、えーとまあ、いじめに遭ってた時っていうのは なんかほんと不思議なことなんですけど、やっぱりいろいろこの重なるみたいで、周りの状況というか、しんどいことがこう重なってやってくるっていうんですかね、でなんか自分は小中と不登校になりましたけど、その時は家庭環境の中でも、かなりまあ両親同士もすごい大変な状況にあったみたいで、そのまあ親の感情を私が。 えとお世話をするというか、でそれでなんとかこう、うん、家が崩壊しないで済んでたみたいなところがあったんですね。うんうん、なので、えーと、そういう意味でもう、この自分自身の、ちょっとこういう言い方良くないかもしれませんが、の母のこう面倒を見るみたいなことを結構子供の頃をずっとしてたっていう幼少期だったんです。なので、そういう自分自身がこう、まあ、感謝の気持ちだったりとか、うんうん、この尊敬の気持ちを モテるようになったの？っていうのはその後のことですので、なんか最初からそうだったわけではないので。うん、なので自分自身もそういう体験をして今に繋がっているので、うん、えっと遠慮なくご相談いただけたらなというふうに思っています。いやーでも分かりました。ありがとうございます。で、急にこんな質問ぶっこんでね。ごめんなさい。だけど、つまり？ あの本当ね、うちにはそういうご相談が多いんですね。うん、親がひどかったっていう、はっきり言われる方もおられれば、別に普通の家庭で育ったつもりだったんだけど、どうも生きづらさを感じてるんです。で、親はあんまり悪く言いたくもないし、言われたくもないんですっていうご相談のある方にも、きっとね、めぐめぐだったら許し添ってあげられるのかなっていうのを今聞いてて、すごい僕も確信したんであのすごい嬉しいことだと思います。と言ったら、まあ、 もうほんと全方位に向けてもうどんな方でもあのドンと恋みたいな感じに聞こえなくもないけどやっぱりまあ対女性で Zoom で勇気を与えるということが結構強いのかなと思ってたのと。 あとはやっぱり仕事とかやっぱり女性って天気がいっぱいありますからね結婚だとかね性的なもの女性性だったりで仕事が続けにくいだとかねやっぱ会社に行きたくない日があるだとかそういうところもきっと寄り添ってあげられるだろうし何だったらコンサルでもできるっていうところですごいもう全方位的な感じがするんですけどちなみに 僕のまたいたずら心ですけど、あの、ちょうどね、アダルト・チルドレン国服カウンセリング、まあ、会社名は株式会社ジャンプアップという会社でね、私もこれのチームというか会社を運営していることになるんですけども、めぐめぐ経営コンサルタントの立場から見て、ここをこうやってもっと見直したらもっと良くなりますよ、みたいな、それを私がやりますでもいいですし、何か経営コンサルの手腕というのをちょっとここで披露してもらえたらなと思うんですけど、なんかありますか そうですねまたなんか難しいお題が出てきたなというふうに思いますけれども、とんでもないです、はい、ですもやっぱり一番は、その亮太さんご自身が、えっとまあ、ずっと築き上げてきた、この,、まあ、しあのアダルトチルドレン克服カウンセリングの、まあ、この集客の動線があると思うんですね、このホームページだったりとか、ユーチューブであったりとか、その結果というか、両太さんにファンがついて、えっと、集客。 えとずっとこのカウンセリング役がずっと埋まっているような状態だと思うんですけれども、これはもう本当に素晴らしいことだと思うんですが、うんで、そうなってくると、次はジャンプアップとしてっていうところで、その次のこうステージっていうところをどう作っていくかってなると、この1対1の,この、えー、とカウンセリングだけ、自分でできる数っていうのはどうしても限界があると思いますから、うん、そこの限界値っていうのをどう超えていくのか、なので、そこの仕組みをどう作るのかっていうところだと思うんですね。うんなので 一つは、例えばですけど、あのー、まあ、い、ヨさん以前講座もされてましたが、こういうその講座みたいな形で、うん、その一体多数で、するようなサポートを増やしていくみたいな部分であったりとか、うん、まあ、あのー、こういう対談を取ってるまで言うのもあれですけど、こう私みたいな形で、えっと、他のこのカウンセリングできる方をこのようにですね、増やしていって、その方、たくさんの方にカウン,セリングが提供できる土台を作るであったりとか、 こんな形で、この良太さんの時間をまあこれ以上こう増やして、増やして、増やしてっていうふうにすると、企業もどんどんブラック化してしまうと思いますから、そうならないように、自営業なんで、そこはもう個人のね好き好みだとは思うんですけど、それをどうやって良太さんの時間を増やさなかったとしても、売上を作っていけるのか、そういう意味で、口座化だったりとか、人を増やすっていう、その外向きの方法と、 あとは内向きのところ、あの内部的なところでは、このマニュアルを作って、他の方が入られたとしても、まああるみたいな組織作りをしていくっていう、このあたりなんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとメモっていい <laughs> いや、とんでもないです。いや、でも、確かに今言われたことってすごい大事だと思ってて、そうですね。まずは、まあ、今後、あの、僕がカウンセラーとして、ずっとカウンセリングをし続ける。 のが難しいといとうかもうすでに今もう多分半月先一月弱ぐらい予約がもう塞がってる状態になっててあの新しい方のご相談が本当受けにくくなってるのでまあもしねこの本当申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけどそれをまあ僕がなんとかあと自分の生活削ってもっと時間を増やしてということよりも 今回のようなね、メグメグとか、あともう一人ね、カウンセラーで奥の和樹っていうのがいてくれますけど、そういう人たちがもっとカウンセリング。 の機会が増えるようにしていくっていう、そういうニュアンスですよね。それプラス、新規の方、ご相談者の方はもう一人もっていうことではなく、ちょっとできるだけ媒体を変えて別の形でお会いできるように、講座だとか、まあ、YouTube とか、まあ、ライブ配信とか、そういうところで僕も今後やっていこうかなっていうところですけど、大体いい大筋それで間違ってないってことでいいですかね。はいはい、でその辺の辺 まあえー、めぐめぐが表に出てくれたりもしくは後ろでいろいろアドバイスをもらいながら、ね、このチームを全体をもっと大きくしていくっていうようなことも含めて何か会社が良くなっていったなジャンプアップとか AC 克服カウンセリングっていうのが良くなってきたなと思ったら、うん、めぐめぐが実はすごい裏で活躍してくれているということもありえるということですよね。はい うん、はいっていう感じでちょっとあの頑張っていきたいと思ってます他はどうかな今日こうやってお話しさせてもらってねなんかこんなことを最後にね見てくださってる方に伝えたいだとかあればぜひお願いしたいんですけどはいまずはあのここまでご視聴いただいてありがとうございましたこうやって良太さんとお会いした時からのことを振り返ったりとかその自分のカウンセリングの思いをこうやってのお話しさせてもらってあなんか改めてこの 自分がカウンセラーとしてここで活動できるっていうことが本当に嬉しいなっていう気持ちが今なんかどん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 さらに高まっていくのを感じています。で自分自身のことを考えるとなかなかその自分にとってはすごく長い期間悩んできたなっていう感覚なんですね。もちろん私よりもずっとはるかに長い期間悩まれている方とか、まあ、期間だけではなくてその密度が濃い方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども。 この自分自身が暗いこうなんかトンネルの中をずっとなんか通るみたいな感覚の中で、でもなんとか諦めずにチャレンジして、光の方に向かってちょっとずつ歩いていったっていう、それを結果、今の自分があるなというふうに感じてるんですね。そそれはあのもちろん私だけじゃなくくておそらく 他のカウンセラーの方もそうなんじゃないかと思うんですけど、最初からあのすぐうまくいきましたというよりかは、ちょっとずつちょっとずつチャレンジしてチャレンジして勉強していく中で、一歩ずつこの生きづらさっていう、この重しみたいなものがこうリュックからどんどん減っていくというか、なんかそんな状態になっていったんじゃないかなと思うんです。でなので、この自分の体験としてもそうだし、周りの 方々を見ててもそうなんですけどすぐにあのゼロになるわけではないかもしれませんが、うん、必ず良くなっていくというふうには私は確信してますのでそういう意味で諦めずに一緒にチャレンジができたらすごく嬉しいなというふうに思っていますはいぜひよろしくお願いしますねえ早速あのめぐめぐあの今ちょうどこの動画を撮ってるのが2023年の1月の今日はいつか ですけれども,もうこの1月から早速デビューという形で今準備してもらってると思うんですけど、えー、大丈夫ですね。 はい、よろしくお願いします <laughs>、はい、じゃあこの動画をご覧いただいた方概要欄にも貼っておきますけれどもまずはめぐめぐのねプロフィールだとかカレンダーの秋とか見ていただいてまあとはいえめぐめぐもね経営コンサルタントも忙しいですしね他の会社経営とかもいろいろやられておられると思うんでその辺大変だと思うけどまあなんとかこっちのカレンダーも秋を作ってまずは ね、初めての方の支援をしていただくという形でえぜひうちのチームに力を貸してくださいということでお願いします。はい、じゃあ,あの今日はここまでねお時間取ってもらって話しさせてもらってありがとうございました。じゃあこういう機会があったらまた動画撮ったりとかもするかと思いますし他の場所でもどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。失礼しますいたします